はい、寒いっす。マジで寒い。今日直帰着てるんですけど、直帰着てても寒いよね。うん、ジャケット着てこなかった自分をマジ恨みですよ、本当に。うん、参った参った。でも、だから今日、いや、でもね、朝こう寒くて目が覚めた時点で、気づけよバカって話ではあるんだけどね。その辺は本当にただの自爆だって言われりゃそれまでの話なんですけど、皆さんがお住まいの地域は寒いっすか？それともまだそこまでじゃないかな、わかんないけど、うん、で、今日の一本目っていうか、まあミサイルが飛んだりミサイルが飛んだりしてるんですけど、そのネタをまあ使おうかなと思ってたりとか、あとはなんだ、ロシアの車両っていうか、兵員輸送車かが方針にこう白旗ぶら下げてこう特攻しちゃってみたいなニュースが出てましたけど、あー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 って感じね。まあそれはいいとしよう。はい。でね、話題は、国内の、まあ最南端じゃなくて南から2番目の国の都道府県、最南端は東京都だからね。はい、沖縄県ですね。はい、沖縄県で、まあ元にちゃんの代わり兄さんが、あだこれやってるんですけど、まあやってること自体を投稿っていうわけじゃなくて、その状況に対する周りの反応がこうねっていう感じ。うん、何をやったかっていうと、基地前、辺野古のね、基地前のところには、こう何日座り込みしましたってカウンターボードがあるんだって。って思ったんだけど、なんかね、3000日とか書いてあるらしいんだよね。で、まあ、ひろゆきさんなんかさ、行ったらさ、誰もいなかったっていうツイートがされててさ、まあ笑うよね。うん。あれ、3000日目じゃないのっていう。誰かいるんだから今日もやってるんですねーって話になるかと思えば、そんなことはなかったって話ね。うん。はい。新基地座り込み講義、普通3011日と書かれてますが、誰もいなかったらしいです。はい。で、言い訳がね、面白いんだよ。ま、沖縄タイムス側と、それから、その、オール沖縄の話を取り上げようと思うんだけど、とりあえずオール沖縄を一本目にやろうかな。うん。で、要はさ、普通座り込みってさ、ね、講義の座り込みっていうのはさ、続けてなんぼじゃん？いや、まあ、例えば日をまたぐから、こう、夜は撤退とかまだわかるにしてもさ、日中は続けるもんじゃね？って思うじゃん。座り込んでるんだもん。ね。そしたら、何を土地狂ったか、車両が搬入する9時、12時、15時に合わせて行われますって。お前、それただの講義じゃねえかよって。どこが座り込みやねんって感じね。とどまれ、定住しよって定住とは言わんか。ね。もうね、自己破綻を起こしてますっていう感じね。面白いな。だ、ひろゆき氏についてはいろいろ思うところあるけど、今回は、よう取り上げたわっていう感じ。今更だけどね。うん。で、ここでいろいろさ、こう、支持してる人と支持してない人がさ、こう、いろいろケンケンカクカクやってるよね。うん。ここにいる人たちが国民じゃないとか、地元民じゃないとか。で、実際こう、何？まあ、こう、ラサール石って知ってるかな？が、沖縄基地の前に皆さん、沖縄基地の皆さん、これで本当ですかって、要は、地元民じゃないっていうのを聞いてみたら、マジで地元民から本当ですって書いてきちゃったりとかして、いや、まあ、それはね、そりゃそうでしょうよ。地元民があそこでやってるわけないで、仕事してんだもん、そこで。飯食ってるとこを妨害してどうすんだ、バカじゃないのかって。うん。暇な連中だよね。いや、もう暇な連中だから座り込みとかやろうかなって思うんだろうけどさ。まあ、いい。ね。うん。とりあえず、その反対してる連中のね、いや、いいんだよ。抗議したいっていう思想はまあ、いいとして、それをやるんで、座り込みやってて、しかもカウンターまでつけてるんだったら、ちゃんと、昼間、9時5時ぐらいはちゃんと座り込みしてろ、ずっと。それやってないんだったら、カウンターなんか回すんじゃねえ。一日車両搬入時間しかいないとか、お前バカじゃないのかって。あ、しかも、平日しかいないらしいね。土日はいないんだって。じゃあ、沖縄旅行行ったら見かけることできないんだな、行かねえけど、みたいな。はい。ですね。はい。まあね。なんだろう。こう、せめてさ、まあ、デモ行進とかで、その時だけデモ行進するとかの方がよっぽどさ、なんだろう。わかりやすいよね。座り込みやってるって言いながら実際やってないっていうこの矛盾をさ、
まあ、自分たちの中で矛盾じゃないんだよ。やつらの中ではね。俺らがやってることは正しいあるにだっつってやってんだろうけど、まあ、お里が知れる話だけどね。まあね、もうね、言い訳がひどすぎる。事実を陳列したら帰ってこう、地雷を踏むじゃんみたいなね。うん、楽しいね。まあ、これで久しぶりにこう、基地の話に話が向くと思うんで、まあ、ね、久しぶりって言っちゃったけどさ、ね、もう、本土民もさ、ちょっと気にしようよっていうことをね、取り上げたいと思います。まあ、もう一本やるけどね。はい。とりあえず、皆さんはこのね、車両搬入時間しか座り込んでない謎の座り込み、どう思うかな？はい。ありがとうございました。